無免許運転問題が発覚した中山真珠静岡県議の辞職を求める静岡県民からの請願が静岡県議会議長に提出されました。静岡市清水区選出の中山真珠県議は免許の失効を知りながら無免許運転をしていた上、当時の所属会派富士の国県民クラブに対して運転免許センターへの行きは自分の運転だったが帰りは代行運転で帰ったと虚偽の説明をしていたとみられています。これらの問題を受け県議会の自民改革会議、富士の国県民クラブ、公明党静岡県議団の県議会3会派すべてが中山県議に対して辞職勧告決議案を提出する方針を示しています。そして今日新たな動きがありました。県議会にご審査いただきますようによろしくお願いいたします。はい、じゃあお預かりいたします。袋井市の不動産会社経営川島茂さんが県議会の中澤君彦議長に対し中山県議に対する辞職を求める請願を提出し受理されました。この問題をめぐって請願が出されるのは初めてで、提出に必要な紹介議員には県議会3会派の代表が名を連ねました。中山さんのその姿勢がその、頑張っている人に対してその誠実なんだろうかどうだろうかといったところを一度測っていただくというその目的で、それで請願というこの、方法を取らせていただいたということですね。私単独 の思いで待ってちゃダメだというふうに思いがあって、お盆明けにこの事務局の方にその議会事務局の方にご相談させてもらって、それでこの請願書を取りまとめた。我々も彼女がですね、一刻も早く辞職された方がいいというふうに思っておりますが、県民の皆さんからもそういうふうな声が公式に届いたということでありますので、これを厳粛に受け止めて明日の議会運営委員会ですね、諮りたいと思います。明日9月定例会に向けた議会運営委員会が開かれ、請願の審議日程について協議されます。